カラグリアか。ずいぶん懐かしく感じるな。あの時はジルファもいたっけ。親父。しんみりしないの。故郷なんだから胸張って。以前に比べて住民の顔が明るくなったわね。ああ、空気がずいぶん変わった。いち早く解放されただけのことはある。ジルファが見たら喜んだかな。そうだな。でも今はローが…ロー、ロー、どうした？いや、なんていうか、ちょっとさ。出奔したこと、まだ気にしてるのか？俺にとっちゃ、見捨てた間に解放された故郷だからな。そんなこと気にしてる場合じゃないって頭じゃ分かってるつもりなんだけど、やっぱちょっとな。まったく次から次へと。みんな少しは自分の頭ってもの。ねえ、アス。なんだ、こっちは今アルフェンか。なんだか大変そうだな。相変わらずさ、レナの残党にダナ同士の縄張り争い、おまけに厄介事の相談は全部俺たちに頼りきりとくる。そこに来てあのお空のお引っ越しだ。どっかで聞いたような話だな。まあこっちのことはいい。何か用があって来たんだろう。ああ、古いレナの星船を探している。何か情報はないか。星船？何のためにそんなものがいるんだ？レネギスに行くためだ。レネギス？正気の沙汰に聞こえないぞ。お空のお引っ越しを見た後でもか。わかったよ。だが俺もさすがにそんな心当たりはない。記録みたいなものでもいいんだ。古い書物ならいくらかある。見せてもらうことはできるか。いいだろう。ありがとう、ネアス。一通り読んでみたけど、一箇所だけそれらしい記述があったよ。大きな流れ星が山の向こうに落ちたって。時期もレナの進行の少し前。それなのか。わからないけど、他にそれらしいのは見当たらなかったから。ベルクっていうのが地名っぽかったけど違うかな。ベルク？心当たりがあるのか。カラグリア有数の火山だ。つい最近流れ星が落ちるのを見たっていうやつがいたんで調べに行ったところさ。最近になってまた流れ星が落ちたっていうのかよ。もしかしてあの時見た4つの光の一つ。いけるんだな。道を教えてくれ。ジオーネ廃坑道だ。通行止めになっていた通路の一つが火山に通じていた。そこを使え。だが用心した方がいい。流れ星と関係あるかわからないが、途方もなく巨大なズーグルがいたんだ。あんな化け物見たことがない。巨大なズーグル。遠目に見た時点で引き返したんで詳しいことはわからないが、行くなら十分気をつけろよ。
が言ってた化け物の話、なんかヤバそうな感じだったな。だとしても行くしかない。ジオーネ廃坑道を抜けてベルク火山だ。行くぞ。あら、リンウェル、フルルの元気がないようだけど大丈夫？少しバテてるみたい。フルルはシスロディアの生まれだから。ああ、それでなくてもカラグリアは熱いもんな。はは、読めたぞ。お前雪国生まれだから白いんだな。ダナフクロウは育った土地の精霊力の影響を強く受けるから、生まれた場所と外見は関係ありません。フルルが白いのはまだ子供だからだもんね。フル、住む土地で色が変わるのか。不思議だな。ずっと一緒に旅をしてるし、成長したらどんな柄の翼になるか楽しみなんだ。白のままっていうのもいいと思うけど、変わってしまうのね。わかった。右と左と頭と尾羽と腹で色分けするんだろ、地図みたいに。ほら、急に元気になりやがった。ローが変なこと言うからでしょ。プルルにも美意識はあるんだから。美意識か、なかなか見どころがありそうだ。キュオハリム、惹かれています。ベルク火山の内部に入ったからな。早く星船を見つけないと。肥料にされるのは勘弁願いたい。あのバカでかいの、あれがネアスの言っていた化け物らしいな。リンウェルの言うように、くさびから発射された4つの光の一つなのでしょうか。だとしたら目的は何だ。くさびはダナの精霊力を集めていた。何にせよ町に迎えでもしたら大変なことになる。それにあいつを倒さないと先に進めそうにない。やるぞ。そうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。来るぞ、構えろ。避けなきゃ。逃げた連中を笑う気しないな。何よ、怖いの？ちょっぴりな。お前は？私はものすごく怖いわよ。だったら口を閉じて集中しろ。死ぬぞ。ウーグルを呼び出した。ヤツを警戒して片付けるわよ。終わりだ。
の真骨だ。あいつ真空トーンを得ろ。ゲームと言わせ。まれ、手間を待つのに。あいつ燃えろ。こういう連歌と自由の実よ。どこだ。あの星が致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目だ。後悔しな。あっさとめ。ガリオン君だ。めっちゃ燃えな。やっと当たれ。決めてやる。要素をラブロンで合流。ぶっ潰してやる。人類漏洩かけ。決めて、キュアハイブ。この弾丸で。ハイドカス。今だ。どこだ。バラバラにしてやる。あいつめ。レンガ。交流レンガだ。レンガだ。一方的だよ。豪華爆撃で超レンガだ。やばい。決めてやる。マグネット。あれ。決めてやる。コンプするかな。乱れなく決着を。はい。ぶっ壊すぞ。やるじゃん。真空表現だ。どうしたらいいやっとよく打ち抜いてやる。こういう連結だ。いけるぞ。来たよ。行って。砕けろ。また出てきたぞ。やむまで倒すしかあるまい。相手の術を使うか。みんな、無事か？
ええ、なんとか。肝が冷えたぜ。他のズーグルとはちょっと様子が違ったな。ああ、アウメドルが連れてたのとも違う感じだった。精霊力の属性の偏りが極端だったよ。スルドみたいに。くさびから現れただけあって、精霊力を集める上で何か役割があったんだろうか。生ける修霊機か。場所が場所だけにあり得るな。あるいはスルドに代わる新たなダナ制圧の先兵か。いずれにせよ、今のが四つの光の一つであったなら何かしら防いだことにはなりますね。苦労させられたし、そうであってほしいもんだが、とにかくこれで進める。行こう。まったく、あの日の化け物、よりによって俺たちの当選もしなくたっていいのに。光の残りはどこにいるのかな。点でバラバラに飛んでったみたいだったけど。目的が何であれ、町の近くでないといいがな。あんなのが町を襲ったら大変なことになる。結局俺たちが何とかするしかないってか。あんなのがあと3匹もいるなんて頭が痛いぜ。暴れがいがあるって思わないんだ。よせよ、そこまで命知らずじゃねえって。それにやらなきゃならないことがあるのにバカやって死ぬわけにはいかないだろ。うん、そうだね。ごめん。何かまた思い出したのか。いや、だがこの星船には見覚えがある。間違いない。これに乗って俺はレニスを脱出したんだ。300年経ってもしっかり動くようだ。中を見てこよう。すごいな、本当に壊れてないのか。過去と今がつながった。俺は確かに過去から来たんだな。私たちがいるよ、アルフェン。それにあんたに助けられた大勢の人々もな。その通りだ。誰かが簡単に他の者の代わりになれるなどというつもりはないが、お前は一人ではないぞ。あ、ありがとう。そうですか。うん、損傷も劣化もなさそうだ。ただ長いこと休眠状態になっていたせいで、発信できるようになるにはしばらくかかりそうだ。しばらくってどのくらい。機械いじりは専門外でね、正確なところは断言しかねる。ここに来て待ちかよ。待つの苦手なんだよな俺。子供なんだから。あ、でもさ、だったら今のうちに準備とかしておけばいいんじゃない。確かに、レネギスからすぐ戻れるという保証もない。リンウェルの言う通り、備えは万全にしておくに越したことはない。あまり留守が長いと解放してきた国の様子も気になりそうだぜ。寸刻を惜しんで先を急ぐか、皇后の憂いを断つか、どうするかはアルフェン、君に任せよ。わかった。
なんだか不思議な気分だよな。何が？だってよ、この戦いを始めた時レネギスに行くなんて想像できたか？それも親父のやってることに反発してた俺がだぜ。ジルファが聞いたら驚くだろうな。案外呆れたかもよ。我々は300年続いた体制に挑んでいるのだ。いずれレネギスとことを構えるのは想定内だったはずだが、あなたと違って私たちは一度もレネギスを訪れたことがありませんから。シオンやティオハリムには悪いが、俺たちは旅行に行くわけじゃない。分かっている。楽観はしていない。レネギス、そしてレナ本国がこれ以上ダナに干渉しないようにする。やはり戦いは避けられないのでしょうね。話し合うことはできないのかな。レネギスの連中とか？うん、私たちだってシオンやティオハリムと仲良くなれたよね。私たちだけじゃない、メナンシアや他の国にだって。だったら何とも言えんな。過去の支配を当然と思っている者は多い。一度もダナに降りたことのない者もいる。果たして彼らがどう応じるか。血を流さずに済むに越したことはないが、くさびのこともある。最後は向こうの出方次第だ。だよな。また黙ってやられるわけにはいかないし。うん。それと例の赤い女もレネギスにいるかもしれない。とすればレナス・アルマもだ。レナス・アルマ、あれがあれば今度こそシオンは。シオン？ええ、そうね。シオン、どこに行ったんだ。一人で離れるなんて。シオン、シオン、イバラ、これは。大丈夫か？今のイバラを巫女の力で抑えたように見えた。そんなことができたのか？そこをどいて。まさか一人で行くつもりなのか？黙って。なぜだ、どうして。黙ってって言ってるでしょ。嫌だ。本気よ。それでも嫌だ。もう一度だけ言うわ。どかないと撃つ。だったら死の子の言わずに撃て！
私がボルラーンに斬られた時のこと覚えている？ああ、てっきり殺されたもんだと思った。あれが初めてじゃないわ。え？最初はまだ子供の頃、それ以来何度も。私は死ねないの。死ねない？不死身って意味か？そんな、まさか。本当だとして、なぜなんだ？なぜそんなことがありえるんだ？イバラよ、私であって私でない、私の一部。なぜかはわからないけど、それが私が死ぬのを許さないの。私が死ぬまで。死ぬまで死ねない。イバラが自由になるとき、私は死ぬの。見たのよ、何もかも飲み込んでしまう暗闇だけが残る、避けようのない破滅の未来。ただの夢じゃないかって言いたげね。私もうまく説明できない。でも私にはわかるの。でも、いや、だからこそレナス・アルマを使ってイバラを倒すんじゃなかったのか。中身を燃やしたら脆い器はどうなると思う？そう、どちらにしても私は死ぬ。でも同じ死ぬなら、せめて茨を道連れにしてやろうと思った。これが私の本当の目的よ。それで同じレナ人を敵に回してまで俺たちと一緒に戦っていたのか。俺たちが生きるために戦っていた時、お前は死ぬために戦っていたんだ。そのはずだったのに。あなたたちと出会って、私はいつの間にか死にたくなくなっていた。諦めることない。助かる方法を探せばいい。まだ時間はある。ダメなの。なぜ？破滅が私だけでなく、本当は世界を覆うものだったから。うすうす感じてはいたわ。でも確信したのは、赤い女が私から巫女の力を引き出したとき。自分が今までその力でイバラを抑えていたことを悟ったのよ。もうダメ。ベネギスからくさびが来たから、私の中でイバラが力を増すのを感じるから、遠からず抑えきれなくなる日が来る。イバラが世界を覆うか。だから一人で行こうとしたのか。一人でレナス・アルマを手に入れてイバラと差し違えるために。そんな、あんまり、あんまりだよ。自分も他人もどうでもよかったはずなのに。レナもダナもどうでもよかったはずなのに。死ななきゃいけない。でも死にたくない。今になってこんな出会わなければよかった。こんな思いをするくらいなら。シオン、
な奴隷みたいな生き方あってたまるか。俺はイルだ。誰が何と言おうと認めない。絶対に抗うんだ。最後まで戦うんだよ。自分でもそう言ったじゃないか。滅ぶかもしれないのに。シオンはどうしたい。決めるのはシオンだ。だがたとえシオンが戦わなくても、俺は俺だけでも運命と戦う。いや、アルフェンだけじゃない。俺も戦うぜ。私だってやるよ。憎しみじゃない支えになりたい。私もお前が一人ではないと言った言葉が偽りでないことを証明しなければな。みんな、それにまるきり望みがないわけでもあるまい。え？シオンは300年前の巫女の末裔だ。もろもろを合わせて考えれば、一連の出来事と茨が関わりある可能性は高い。レネギスに行き事態の真相を探ることは、茨の正体を暴くことにもつながるかもしれない。差し違えずに茨を解く鍵が得られるかもしれないということか。可能性の話だ。だが王である君にも深く関わりあるはずだ。やるさ。故郷も何もかも失った。もう一度失う気はない。シオン。笑うなら一緒に笑おう。泣くなら一緒に泣こう。みんなでだ。一人で泣く。心に気がつかずに僕は一人になった記憶の中でずっと二人は生きてゆける。君の声が今も胸に響くよ。少しだけ、もう少しだけ夢を見させてもらうことにするから。何より私もあなたたちともっと一緒にいたいから。行きましょう、レネギスに。世界の破滅、本当だと思うかね。俺はシオンを信じる。あんたは？友人としては信じたい。我々を取り巻く一連の出来事も明らかに何らかの危機を示唆している。だが世界の破滅となるとは、実感が追いついていないのが正直なところだ。確かにシオンも実際に何が起きるのかまではわからないみたいだしな。手がかりになりそうな欠片にはこと書かないが、それでも一枚の絵にするにはまだ足りない。茨はどこに収まるんだろう。おそらく核心に迫る欠片であることは間違いなかろう。くさびで聞いた声のことは覚えているかね。ああ、ダナの精霊力の意思じゃないかって話だったな。そうだ、膨大な精霊力に意志が宿るという仮説。そしてペレギオンで見た暴走したイバラは、到底一人のレナ人が持ちうる量の精霊力ではなかった。イバラにも意志があるっていうのか。その意志がシオンを死なせない。だがなぜそれが世界を滅ぼすんだ。さてな、イバラに目的があるとしても今はまだ謎だ。
巫女の力が茨を抑えるのだってたまたまかもしれん。前から思ってたが、あんたは相当謎解きが好きらしいな。いけないかね。信じていた世界がまやかしかもしれないとなれば、真相を突き止めたくもなる。ましてそのせいで傷を受けたとなれば。デュオハリム、いずれにせよ残りのかけらはレネギスにあるのだろう。それでどんな絵が浮かび上がるか、今はこれ以上考えても仕方あるまい。わかった。大丈夫か？何がだ？お前の体だ。さっき茨に触れただろう。ああ、なんてことはない。シオンの辛さに比べればか。シオンも自分の茨でお前が傷つくのは見たくないはずだ。お前が耐えればいいという話ではないぞ。分かったよ。気をつける。もっとも、シオンはお前のその向こう水なところに救われたのだろうな。からかわないでくれ。からかってなどいない。お前は痛みを取り戻してなお彼女に触れた。お前は彼女に救いをもたらしたんだ。私たちに対してやったように。俺はシオンが誰とでも触れ合えるようにしてやりたいだけだ。死の恐れもなく、そんな当たり前のことをシオンから奪ったイバラが俺は憎い。当たり前であると同時に特別なことでもある。私も取り戻してやりたい。理想郷の夢も、彼女を犠牲にして生き延びた世界では虚しいだけだろうしな。ああ、奪ったり奪われたり、そんなのはもうたくさんだ。眠らなくていいのか？眠れないよ。あんな話を聞いた後だもん。そうか。シオン、ずっと我慢してたんだね。私たちが笑ってる時もいつも少し離れて黙ってて、私それは茨のせいだって思ってた。私たちを傷つけないようにするためなんだって。それにそういう性格なんだろうって。でも違ったんだ。本当はずっと死ななきゃならないって思ってて、でもやっぱり死にたくなくて、それを言い出せなくて。リンウェル、ずっとずっと一人ぼっちだったんだ。なのに私、そんなことも知らずに友達だなんて。それでもきっとシオンは嬉しかったと思う。そうかな。ああ、だからこそ俺たちに本当のことを打ち明けてくれたんだ。だからこれからも友達だ。これからも、うん、そうだね。私たちみんな一人ぼっちだった。でもそうじゃなくなることもできる。シオンにもそうなってほしい。ううん、もうなってるけど、もっともっと憎しみとか悲しみなんかじゃない。私たちお互いの支えになれたら素敵だよね。リンウェル、アルフェンは気づいてたのか？シオンのことか。俺は全然分かってなかった。そりゃ時々なんか様子が変だと思うことはあったけど、周りが見えてないんだな。お前だけじゃない。俺もシオンが悩んでいるのは分かっていても踏み込めなかった。アルフェンはずっとシオンを助けようとしていたじゃないか。そのつもりだったさ。だけどその実何も分かっていなかった。彼女を追い詰めていただけだったんだ。でも間に合った。そうだろ。まだ終わってない。
だが、そうだな。間に合わせる。間に合わせてみせる。ああ、みんなでやれば、シオンだって世界だってなんとかなるさ。忘れるなよ。みんなで、だぜ、アルフェ。ああ、わかってる。なあ、親父はどう思ってるかな。俺、間違えてないよな。ジルファなら、もう、お前が自分で決めたことに何も言わないんじゃないか。言いたくても言えないけどな。ロウ。悪い。でも、生きてる奴の問題は待っちゃくれないからな。今は全力でシオンを助ける。また悩むかもしれないけど、それはまたその時考える。それでいいよな。ああ、十分だ。気分は落ち着いたか？心配されてばかりね、私。みんなにもだわ。意地を張った挙句、心配かけてばかり。お互い様だ。初めて私を仲間だと言った時のこと、覚えている？どうだったかな。すまない、思い出せない。それだけ自然なことだったのね、あなたには。私は違った。ダナ人を見下しながら、自分は一人、ずっと気を張り詰めていたところに言われたんだもの。正直驚き戸惑ったわ。炎の剣だってレナス・アルマの代わりか、せいぜいマスターコア集めの役に立ちそうだってくらいにしか思ってなかった。でもその後もあなたは檻に触れて、私やティオハリムを仲間と呼んだ。レナとかダナとか関係なく本気で心配してくれたわね。みんなも私を仲間だと、友達だと言ってくれた。そんなこと思ってもみなかった。死んでみんなと別れたくなかった。死なないことでみんなを死なせたくなかった。しよう。でもそれって自分のことしか考えてなかったのね。本心を口にしたとき、みんなの言葉を聞いたとき、それが分かった。大丈夫、もう死ぬことは考えていないわ。そう思うには大切なものができすぎたから。だから戦うわ。必死に戦って勝ち取る。世界と自分の未来を。自分のために世界を滅びさせたりはしない。長い戦いになる。ダナもレナもない。本当に誰もが安心して暮らせるようになるまで終わらないんだ。だが最後まで俺はシオンのそばにいる。ありがとう。どんなに高い壁でも諦めなければ壊せる。俺たちは見てきたはずだ。ええ、信じるわ。
みんな、しっかり休めたか？行くぞ。レネギスに出発だ。いよいよだな。こいつちゃんと飛ぶんだろうな。そういうこと言わないでよ。あ、そういえばアルフェン、この船なんて名前なんだ？名前？さあな、あるのかどうかすら考えたことなかった。せっかく乗るんだし、なんか名前欲しくないか？そうだな、例えばファルナイツ。あ、フクロウを表す古い言葉の一つ、意味は空へのいざない。なるほど、今の私たちにはぴったりの名だな。なんか納得いかねえけど、まあいいか。よし、今からこいつはファルナイツ号だ。やることは2つ。レネギスに行き、これ以上のダナへの手出しをやめさせる。そしてイバラの正体を突き止めてシオンを救う。いいな。よし、行こう。